ニュースポストセブンです。怒号が響き渡りました。新作歌舞伎ファイナルファンタジー10の舞台裏で尾上菊之助さんと一門の尾上音三郎さんの間にトラブルが発生しました。舞台関係者によると菊之助さんが音三郎さんにお叱りの言葉をかけたんです。すると音三郎さんも返す刀で激怒し、もう一緒にはやっていられないとそのまま荷物をまとめて出て行ってしまったとのこと。その声は部屋の外まで聞こえたそうです。音三郎さんの感情が爆発し、その場で菊之助さんに見下り判を突きつけ引退へ。翌日以降の歌舞伎の舞台では代役が立てられたそうです。ニュースポストセブン。